少豪杰壮志未酬，天地之间聚散一壶酒，大江东去浪淘尽多少悲愁，出汗已不是谁都能感受。天下の策は組閣軍への奇襲だけだ。将官軍が到着する前に巨力の包囲を突破するのだ。だが奇襲に失敗し王里と将官に包囲されたら、そなたがどんなに強くとも勝算がない。もう待てない。何を言っておる。全軍が渡りきるのを待たず、今いる部隊だけで攻撃します。アフはここに残り待っていてください。楚軍が突如南部に現れました。大きな時の声を上げています。報告します。将軍、楚軍が展開しました。攻めてきます。人数は2万足らず。何、2万だと。全軍が川を渡りきる前に攻撃を始めた模様。死にたいようだ。右翼の騎兵は重装備を捨て、楚軍の後続が川を渡るのを急ぎ遮断せよ。中央部隊は前進。斜面でぶつかるんだ。すべての楚軍を川に叩き込むのだ。はい、はい、
行け、やっつけろ。幸運の旗色が良くないな。見ろ、私は無人ではないが、それくらい見ればわかる。ああ、その二部隊が包囲されました。あれではすぐに全滅です。よく見てくれ、あれは誰だ。エイフだ、エイフです。陽動からは兵を引いたのです。エイフの部隊が東の高台にいます。皇吾の親衛隊が秦軍の包囲を突破しようとしているぞ。一体どうすればよいのでしょう。秦陽軍は姿が見えないが、秦陽軍などとうに全滅したのでしょう。いかん、常時直ちに城を出て諸国の軍営に救援を求めてこい。はい、ひざまずいて皇吾を助けてくれと頼むのだ。はい、誰か馬を準備しろ。王様、現在巨鹿と各軍営をつなぐ道は完全に封鎖されています。ただの一人も出られないのか。二時前に送った偵察隊は今になっても戻っておりません。王様、恐縮ですが人間どころかハエの一匹も出入りできません。巨鹿は終わりだ。蝶の国が滅亡する。あ、王様、止まれ。なぜまた止まるのですか。ここで我々が動けばすぐに秦軍がこちらを攻めてくる。今いるところを見てみろ。ここは守備には向かない。皇后の部隊は間もなく壊滅する。我々が動いても全く意味がない。深いお考え、さすが将軍です。我らのような中原各国の兵から見ればあの野蛮人たちは常軌を逸している。負けるのを承知で無益な出兵を強行すれば結局は共倒れになっておしまいだ。常識を知るまともな武将ならそんなバカなことはしない。言い換えれば皇や祖軍がやっていることは誠に唐突で常識外れだ。もうすぐ戦が終わりそうです。どうしましょう。偵察だ、皇吾軍を見てこい。旗が倒れたら我々も撤退だ。はい、やあ、皇吾が最後の突撃、秦軍の包囲の中に飲み込まれました。下がれ。はい。どうした、皇吾がついに死んだのか。我々は王様、生きています。しかしすぐ死にます各国の様子はどうだ。妙な動きはないか。王様と同じです。
この戦は興味深い。戦の後はどうすればよい？そのなぜ夫人を見る？そなたに聞いておる。王様、私は臣下に過ぎません。後のことはやはりご自分でお決めになるのがよろしいかと。そなたに決定を下せと私がいつ言った？ただそなたの意見を聞きたいだけだ。わかるか？私を見ろ。はい。どうもな。2匹の犬が喧嘩した。勝った方が骨を手に入れることができる。獰猛でない他の犬は喧嘩はできず、喧嘩の後で勝った方のおこぼれにありついた。夫人のおっしゃる通りです。この愚か者め、バカ者が。はい、その通りです。負けました。王林と召喚も敗北です。何？全軍食料やマグサを置いて軽装備で突撃。旗を広げろ。全ての者に見えるようにな。行くぞ。攻撃！岐阜将軍、そちらの戦況は？秦軍の主力部隊は徹底的に撃破した。項羽将軍は？捕らえた王里を連れて巨鹿に向かわれた。それでそっちはどうだ？部隊はすでに川を渡って戦場を片付けている。秦葉の部隊を見かけた。我が軍の勝利を知り、項羽を奪うために慌てて姿を現したようだ。項羽を奪う？今さら何を。お前も項羽将軍の性格をよく知っているだろう。勝ちさえすればお咎めなしだ。狡猾なやつだ。おい、やつはどうする？攻めるか？召喚将軍、出てこい。将軍、悪いようにはしない。屈服はせぬ。召喚将軍、無人ならわかるはずだ。戦はもう終わった。火を消せ。待つんだ。死に花を咲かせてやろう。
王国！王様、蘇閣の部隊が敗れました。召喚の部隊は戦わずして敗れ、王里の部隊も総崩れ、秦軍は敗北しました。我々も出陣だ。はい。聞いたな、そなたたちが功を立てる時が来た。秦軍を攻撃せよ。はい。とう。将兵たちに伝える。降雨将軍からの命令である。むやみに動かず、次に命が下るまで待機せよ。言っていることがよくわからぬな。なぜだ、我々に秦軍と戦うなというのか。象と伝とございらは降雨将軍の命令が下るのをおとなしく待っている。口答えするな。将軍、お疲れでしょう。中でゆっくりお酒でもいかがですか。お気持ちは嬉しいが、急ぎ報告に戻らねば。失礼します。お気をつけて。もう日も高いというのに、降雨将軍はまだ来ないのか。王様、何が起ころうと威厳を保ってください。さもないと彫刻は終わりです。分かっておる、もう言うな。王様来ました。あそこです。将軍、巨力での戦を経て荒野将を称する者は皆降雨将軍の配下となってな。媚びへつらう奴らなど眼中にありません。我が心にあるのは敵将である将官ただ一人。
飲んでないぞ。あの者たちの浮かれようを見てください。まるで恩人気取りです。強い者に取り入ろうとする輩は見ていて腹が立つ。項羽は希代の英雄、宮殿を渡すのも納得できる。だがこいつらはどうだ。蝶の酒を飲み肉を食らいながら厚顔無知にも皆心の中で損得を勘定しておる。王様はあの者らの胸中が分かっておりません。どういうことだ。恐れているのです。戦わなかったと厚顔に責められ巻き添えになるのではと。だからこそ臆病で無能なふりをしている。確かにそなたの言う通りだな。幸運も分かっているはずです。幸運はただひたすら強者に挑戦するだけで、こいつらなど眼中にない。王様、幸運様、私たちがお世話いたします。蝶が王宮をそっくり私たちにくれた。それなのにグギ殿は財宝ではなく銅や鉄のガラクタを好む。なぜお一人なの。大変な思いをしたのよ。美女を抱くのが当たり前でしょ。知らない女たちなど。あなたを殺そうとしたのを覚えてる。感謝している。逃がしてくれて。命を取らなかったそのことにも。ありがとう。放っておいてくれて。そして私を罪に問わないで。自分から網にかかったこともあの毒蛇にも感謝している。絶望していた私のそばにあなたはいてくれた。仇まで取ってくれた。何より私を愛してくれた。なんだ、もう泣かないはずでは。私は本当に幸せな女です。あなたがいるから私は負けない。あなたがいるから私は何も怖くない。私は怖い。怖い。失うのが怖い。戦のたびにあなたのことを思い出す。馬を走らせ突撃するたび、あなたは私に無限の力を与えてくれる。私を
征服した力ね。いや、征服したのはあなたの方だ。優しくされると子供のように怖いもの知らずになる。以前のように私に恨まれたい？わからない。ただあなたを失いたくない。もう離れない。天地の果てまでついていきます。あなたが死んだら私も死ぬ。私は死なない。生涯愛し合って暮らそう。三人の子供を産んで、八人がいい。この王宮は全て私のものだ。何が欲しい？あなたは妃だ。何でも手に入る。欲しいのは挙げられるのも私だけだもの。あなたのために踊ります。項羽は勢いに乗り進軍を続けた。一方劉邦は南陽の軍師と戦い勝利を収めたが、軍師は炎上まで後退し城門を閉ざし籠城した。城外でどんなに挑発し罵声を浴びせても固く閉ざされた城門が開くことはなかった。劉邦の部隊は前にも後ろにも進めず炎上の外で足止めを食っていた。門を開けろ。早く動け。早く急げ。早くしろ。急げ。急げ。するなよ。ほら急げ。外が騒がしいな。廃校から伝令です。明け方炎上に出発せよと。兵たちは現在出発の準備をしています。
炎上に。軍衆、軍衆、どうした？大変です、劉邦軍に包囲されました。すでに劉邦はこの炎上を落とせないと判断し、西の武漢に向かったはずではないか。なぜ突然攻めてきたのだ？わかりません。とにかくお急ぎを。ハイコー、勝利を目前にして、なぜ攻撃の中止を？死傷者は？秦軍の損失は大きいようです。それと、民も被害に遭っています。そうだ。どんな命も尊い。戦わないで済むならそうすると言っただろう。無駄な血を流さずに、投降させられるなら喜んでそうする。軍主に、投降を進めよう。ハイコー。援助はすぐに落ちます。投降を進める必要はありません。まだわからないのか。こういう時だから攻撃をやめ、投降を持ちかけるのだ。ロアン将軍、ハイコーが見ているのは援助だけではありません。天下を見ておられる。天下？その通りです。ハイコーはこうして天下に知らしめているのです。我らは仁義を重んじているのだと。もし他の土地でも同じように投降するようになれば、我々は今以上に多くのものを得ることになります。わかりました。ハイコー、私が行きます。私は秦国の役人でした。私が行って彼らを説得してきます。宗信、彼らに言ってやれ。道は二つしかないと。一つは投降だ。素直に投降するなら海王に行って公爵をもらってやる。投降しないなら道は一つ、首を切ってやる。行ってこい。わかりました。長領殿、俺たちがこの城を攻め落とすのはたやすいことだ。だが強大な信と戦っているこの時に敵が投降するということは何を意味する？ハイコ、何を意味するんです？秦の崩壊だ。よいか、漢中に入るのもそう遠くはない。うん、訳がわからん。劉邦は和議を申し込んできた。軍主、劉邦軍など取るに足りません。相手にする必要がないのでは？今は炎上を守り優勢を保っているが、このような攻撃が続いたらいつまで持ちこたえられるかわからぬ。和議で時間を稼いで体制を整え、兵たちに休息を与えられるなら話を聞いてやる価値はある。おい、行って使者を連れてこい。はい。やつれて顔色も良くないな。食料が底をついたか。龍馬ならまだ十分に残っています。むしろ炎上の食料こそあと何日持つでしょうか。いい加減なこと。よく考えてみろ。攻撃して何日だ。何の戦果も上がっていない。炎上は未だ私の手の中にある。帰ってすぐにここを離れるように主人に伝えろ。そうすればお前たちも死なずに済む。さもなければ援軍が到着し挟み撃ちにされ、惨めな
死に方をすることになるぞ。何がおかしい。命を落とすことになるのはどちらでしょう。それは誰のことだ。そこに座っているお方です。命が惜しくないのか。私は事実を言ってるだけです。今この場で私を殺したところで何になります。よろしい。それならお前が持ってきた話を聞こうではないか。妙なことを言えば生きて帰れると思うなよ。はい、ではお話しします。新王朝は今自分たちのことで手一杯です。漢中は真に残された最後の領土でもう退路がありません。現在その海王の名のもとに結集した反秦軍が大軍となって漢中に向かっています。勇敢な項羽将軍が先頭に立ち、巨力で秦軍の主力を破りました。秦王朝は間もなく崩壊します。炎上のようなこんな小さな城がどれぐらい持つでしょう。あなたも分かっているでしょう。ここを守っても何の意味もない。数日を無駄にするだけです。落城は免れないでしょう。皇帝は自分の身も守れないのに何が望めますか。褒美、援助。素晴らしい。笑ってしまう。あなたもかわいそうなお方だ。ずいぶん大口を叩くな。戦が怖くないのならどうしてそなたを和睦によこした。和睦。聞こえのいい言葉をお使いですね。今日ここに来たのはあなたに分かっていただくため。どちらが利益となるかを知ってほしい。軍主殿、先のことはご心配なく。我が廃校は何事にも真偽を重んじる方です。炎上に廃校を迎え入れれば廃校は必ずあなたに多大な恩賞を与えます。あなたは今まで以上の地位と富を得る。良いことばかりなのにまだ迷われますか。今の話は本当なのか。私の首をかけましょう。10万人もの秦の大軍を一日で壊滅させた。諸国の軍の者も皆驚いています。この戦で項羽将軍が戦の神であると世に知らしめましたね。まだ何かあるか。この度の戦で将軍は諸侯も認める総帥となられました。今後はどこに向かわれるので。何が言いたい。西へ進んで漢中を取り、暴臣に最後の引導を渡すのか、それとも。言っておくが、私の最大の敵は極限を守る召喚だ。漢中に入る前にまず召喚を殺す。将軍、柴金将軍です。王離と
祖閣が項羽にやられました。なんだと。それで王里将軍は祖軍に捕らえられ、召喚将軍は自害しました。祖閣将軍は追いかけてきた項羽に兜ごと切りつけられ、その場で戦死。なんだと。祖軍の兵は普通ではない。人数こそ少ないが、恐ろしいまでの気迫で突撃してきます。为